日暮らし晋三日本のコピーライター、作詞家。千葉県松戸市出身。明治大学フランス文学科中退。娘は、ロック歌手の日暮らし愛派。実刑は、ビッグコミックの表紙イラストレーターの日暮らし修一。千葉県松戸市で、酒問屋の息子として生まれる。大学1年目でイラストレーターをしていた兄のつてを、伝い、プロダクションに入るとともに、 久保田宣伝研究所を受講、講師である電通のコピー局長、近藤作にスカウトされ、大学を中退し、電通に食卓社員として入社。一年後、銀座に広告企画室、どうにかを設立。原宿のセントラルアパート461号室に、あったプロダクション、デルタモンドで、メンズウェアジャズの広告シリーズを制作、注目を集める。その後、 スタジオユニットを経て、1969年に、ライトパブリシティに入社。タカの袖の長さが気になり出したら、資格ありのコピーで TCC 新人賞を受賞する。クリエイティブ集団、サイレンサーに最年少で参加。翌年、クラレの広告で、東京コピーライターズクラブクラブ賞を受賞すると、東京の新聞広告で2年連続クラブ賞を受賞。日経広告賞。 毎日デザイン賞などを受賞。イラストレーターの伊坂義太郎と絵本、タウンゼント館出版。1974年独立。銀座に、日暮らし晋事務所を設立する。アートディレクターで友人の長友慶典と共に、小学館の雑誌、五郎で、篠山紀信の劇写シリーズの広告を担当するなどし、評判を読んだほか、西部百貨店のメインコピーライターとして、 テーマキャンペーンを数多く手掛け、感度いかがピピで3度目の TCC クラブ賞を受賞。翌年、小学館の雑誌、ラク」のポスター、シャッターを切るように、ページをめくれで TCC 特別賞を受賞後は、田中和光と共に無印良品のネーミングを開発。その他にも多数の製品の広告コピーなどを担当したが、1980年後半以降、 広告代理店の仕事に疑問を持ち、徐々に広告企画の仕事から撤退。東京コピーライターズクラブも辞示、コピーの仕事と合わせて、作詞活動を始める。主に NHK、お母さんと一生舞台に、子供の歌を作っている。など。その他、毎日デザイン賞、日経広告賞等で受賞、友達8人の脚本、プロット制作。 野坂かき戦争童画集映像化脚本。ありがとうございます。